どうも、コマでーす。はい、今回は四天王の戦いを観戦していきたいと思います。対戦相手がいいひんぞ。対戦相手がいいひんぞ。あ、僕か！ちゃうな。もうなんか右目なんか出てきたし、そんな面白くなかったし、すいません、なんか、すいません、ちょっとふざけちゃってごめんなさい。すいませんっす。はい、やっていきましょう。四天王を3人倒して、一番最後の四天王、小生さんと戦うんですけど、手持ち今回、こいつらで行こうと思うんだけど、もうまともに戦えるライフ持ったこいつらしかいいひん。もう他のキャラクターも状態異常とかね、瀕死状態のやつらばっかやから、意外とね、今僕総力戦仕掛けられてるんですよね。まあ今回このメンツやっていきましょう。まあリーダーはコレクサやね。どう見ても。この感じやと。副リーダー陰キャって感じかな。ちょっと姉さんトップバッターは怖いな。まだ慣れてへんやろしね。ちょっと大吉めちゃんに行ってもらう最初は。よし、やっていきましょうか。いや、この人がね、ラストだと思わへんだね。八作ね。もう小生って呼んでたわ。よろしくお願いします。あなたならいずれ、ここまでたどり着くと思ってましたですよ。日本語しっかり。若い目の成長は本当にね、著しい。これほどまで早く相まみえること、想像をはるかに超えていました。本来教師とは教え子を導き、その成長を助けるもの。ですが今は教育者としての本分を忘れ、あなたを倒すためだけに、この力を振るいましょう。いいんすか？今仕事の時間じゃないの。そんな市場を挟んじゃっていいんすか、八作さん。実技テスト、最後の砦を守る竜、八作、ドラゴンタイプか。ドラゴンタイプ弱点なんだっけ、氷となんかってね、氷だけしか覚えてへんわ。猛然たる勝負の息吹を身をもって教えてあげましょう。さあ、よろしくお願いします。あの手袋って四天王の証なんかな、みんな知るよね。四天王の八作が勝負を仕掛けてきた。四天王の脳って読むのもずっと違和感持ってるけど、四天王じゃないの。はい、やっていきましょう。こっちドラゴンタイプか。本気でかかってきなさい。全力で迎え撃ちましょう。大丈夫、頭痛い。寝てきてもええよ。本番、レベル60。抱きしめちゃんもレベル60。オッケー、フェアリータイプ効果抜群やん。じゃあもうムーンフォースで、ゴリ押すか。いけ、抱きしめちゃん、いけ。どんな怖い見た目のやつも抱きしめちゃん抱きしめることができる。結構傷出された。ムーンフォースいけ。オッケー、ジギー。いいよー。流れは来てるが、ちょっと素早さで負けちゃうよね。ドラゴンタイプは、なんとなく素早さ高いの多そうやしな。ドラミドロ。ドラミドロ。わからへん。ドラミドロ。なんとなく水タイプっぽい気がするよね。ドロドロしてるイメージ。ベトベターみたいな出るんちゃう。いや、抱きしめちゃん、いけるとこまで行ってもらおう。ドラミドロ。うわ。タッツーの失敗作みたいなのできた。海に漂うゴミやん。いやー、ムーンフォースするしかないか。行くしかない。よし、先行取れた。ナイス。半分ぐらい行ってほしい。まあ、いいでしょう。急体験。耐えてくれ。あー、効果をつくんか。あー、で、よしよし。耐えた。いいよ、抱きしめちゃん。耐え忍ぶことを学んできたね。昔は柔らかかったけど、心も体も成長した。一回補欠に押したからな。その悔しさはバネに見事成長してくれました。耐えろ、抱きしめちゃん。オーケー、耐えた。ナイス。いや、妖耐えたわ。補正神崎やったら、すごい耐えたと思ったら毒になって死ぬからね。蒼天抱きしめちゃんはちゃんと耐えたから。こういうところで信頼生まれるんですよ。見てるか、裏で控えてる補正。次使ったるからな、お前。ちょっとあぐらかいて、席で座ってるかもしれんけど、使ったるからな、補正出てこいよ。オノノクス。あいつやんね。ポケモンユナイトにいるやつやんな。何が効果もつくか分からないし、まあ、ホセカズだけ宣言通り使ってあげましょう。ホセ選手の入場です。ホッセ神崎いいよ、やる気抜群。心なしか目元が凛しくなった気がする。型破り、どういう効果を教えてくれへん。型破りだって言われてもさ、知らんってなるやん。わあ、効果もつくないか。新技ゴッドバード使ってもいいねんけど、これ一ターン使うんですよね。二ターン目に攻撃する。威力高いし、相手もひるむかもしれんし、急進に当たりやすい。まあ、フライングブレスで様子に、いや、強気に飛び膝蹴りが一番ええかな。行きましょう、飛び膝蹴り。先行取れ。よしよ。ナイスキック。ドラゴングラ、耐えろよ。うんうん。まあ。
これは飛び膝切りで死ぬかな。飛び膝切りで倒せるか。多分ミリ残るよな。おセカンドで決められるか。ポケモンには乱数っていう、なんかそう、一撃ごとにちょっとばらつきがあるんですよ、ダメージって。もしかしたらこの一撃倒せるかもしれない。ポセカンズやってくれるか。まあやれなくても最悪いい、絶対当ててくれ。飛び下げるミスるのだけはやめろよ、頼むぞ。いけ、ナイス。よし、対塩足した。もうこれは攻められへん。こいつはやるべき子だったからね。ありがとう、ホセ。ただ結果としては全然面白くないわ。アメリカはね、相手がドラゴンタイプやから、アメリカ攻略は多分ね、使う時がね、終盤来るはず。最後も最後アメリカがやってくれるはずやから、ちょっと温存したいな。コレクサさんって足早かったっけ？補正神崎で素早さ勝てたやから、コレクサさんって足早かったっけな。いや、信じよう。隊長行ってくれ。このチームの隊長。行け、コレクサ。はい、かわいい。進化したお前ならいける。ゴーストタイム。あー、先行取られたか。うわー、最悪。最悪や、コレクサさん。これはきついね。やっちゃった。コレクサさん、コレクサさんの足の速さをかなり評価してたわ。思えばこいつ足ないんやった。足速いわけないやん。風吹いただけで吹き飛ばされんやから、コレクサさん。やっちまったぜ。アップリュー。リンゴのやつか。リンゴね。アメリカ使おう。温存して、温存して、ひどいことになる前に使う方がええのかもしれん。考え直した。作戦を臨機応変に対応することも大事。アップリュー。こいつ強いんかな？だいぶ小さいけど。いけ、アメリカ、ぐちゃぐちゃにしろ。もう混ぜて混ぜて、リンゴジュースにしたれ。はい、GT。僕はバナナジュースの方が好きです。さあ、セグレイブ。あいつか、リアルゴールか、リアルゴール、リアルコールか。いきゃ、ほっぺスリスリ。これは麻痺させるのが大事。麻痺させたらもうほぼ勝ち確かもしれん。なるぞ、いきゃ。どうも、小村でーす。ラストは小村さんが決めてやるぜ。合格まで、もう一息ですよ。頑張れ、頑張れ。なんでよ、嫌ねん。本気でやれや。立場を忘れて本気でやる言うてたやん。なんでちょっと普通に教師目線になってんの、お前。言ってることとやってることじゃやんけ。ほっぺスリスリ、今一つってことはこれ聞かへんか。麻痺ならへん可能性ある？独特で。臨機応変が大事。テラスタルジュエルをその冠に、大いなる竜よ、降臨なさい。おぉ、かっこいい。あ、いいね。いい顔するね。なんか昔悪の組織やってましたみたいな面だったね。はい、ダサーい。こいつもショック受けてるで、テラスタルしたら翼入って飛べるようになるんちゃうと思ってたかもしれん。でも頭に入るからね。何これって。すべてを制圧する力、用意、ドラゴン！は？何言ってんの？あ、やばい、これまずい。先行取られてるやん。入ろう入ろう、陰キャ陰キャ、小村さーん。マジか。え、これだいぶこいつ強くない？あの巨鉄のなんちゃって一撃めちゃくちゃ強いんですよね、確か。テラスタルドラゴン入ってるから威力も上がってるし、ほぼ全員一撃でやれるんじゃない？これはまずいですよ。アメリカぐらいか耐えられんの。いやでも、他出しても一撃でやられた気がしな。アメリカ行こう。アメリカ、テラスタル、氷で削り切るしかない。先行取ってくれたら嬉しい。米国の力を見せてくれ。テラスタル。さあ、後輩に捕まえた割にはなんだかんだよく活躍してくるようになりました、アメリカさん。その世界を一度征服した力で、僕今度は僕に力を与えてくれ。ハンバーガーなんとなくアメリカのイメージ、ハンバーガー。これアメリカさんの叫び声。生きろアメリカ、沈むな。よし、ナイス。ここや、こっから。倒せるかな、倒しきれるかな。あいつ、ライフってどれぐらいあるんやろ。いけ、アイススピナー。オッケー、よくやった、アメリカ。いや、これアメリカ負けたらマジで普通に負けた。全滅したと思う。よし。よかった、こいつを進化させといて。ボックスに残さずに使い続けてよかった。ドラゴーン！ちょっとふざけ始めたね。ちょっとなんかピンチかなって思い始めてから、ふざけ始めたよね、この人。
いやー、ギリギリやったね。割と今まで捕まえて使ったポケモンを総動員してたかったわ、してんの。ほんまに、やってもうた。あらまあ。素晴らしい。青木さんがなんか喋るとしたんですけど、八崎さん。小生、感動して。そんなに僕ら関係値なかったよ。あっさくおじちゃん、泣かないで。いい子、いい子ですからね。なんか不安定なメンツやな、してんの。すまんな、小村、うちらと大将。たまにこうなっちまうんや。な、しかない。代わりに進行するけど、チャンピオンテスト二次試験、あれ？まだ一次試験やった。実技テストは、あ、これが二次試験ね。文句なしの合格や！これで不合格やって言われたらどうすんねん。わあ、カッチカチです。あ、まずちょっとそれ下ネタに来るから、ボピーちゃん。やめた方がええで。はい。これ小さいね。いやー、頑張りました。おめでとうさん。って言いたいとこやけど、チャンピオンテストはもうちょっとだけ続くね。あれかな、チャンピオンと戦わなあかんのか。あ、じゃあモネさんか。お次がいよいよチャンピオンテスト最後の関門。奥の扉を見てみ。うちらのスーパー総大将最終テストの試験官はこの先で待っとる。ネモさんちゃうよな、この言い方やと。四天王をその実力で腕ずくかき集めたチャンピオンランク最強のトレーナーや。ま、チリちゃんに勝てた自分なら楽勝やろうけどな。サービスしちゃうから負けるんやないで。あ、回復してくれんの？マジありがたい。お兄ちゃんのポケモン、ポピー好きなのです。お兄ちゃんのことは？ポピーちゃん。なんでポケモン限定にしたんや。だからね、頑張れってしますの。竜は一寸にして昇天の地あり。ごめん、意味わからん。おお、びっくりした。いつの間に復活を。あなたならきっと成し遂げることでしょう。うっす。ありがとうございます。さあ行きなさい、小村くん。その小さな手で大きな勝利を掴んできなさい。今の動きない。あ、と、ここ通れってこと。あ、結構狭いな。もうちょっと離れてくださいよ。あの言い方だとこれ、ネモちゃんじゃなくてトップと戦うっぽくない？おもだかさん。回復してくれたよな。おもだかさんと戦った後にネモと戦うかな。絶対ネモとは戦うよね。最後、ネモと戦って、ネモ倒して、ネモ仲間にするっていうくだりがあるはずやから。とりあえず、二軍のメンツ使うには、スマイル。スマイルちょっとレベル低いな。あー、でも、インキャー、小村さんは一軍に入れたいからな。ネモ戦に取っときたいからな。あー、ボタン間違えた。回復してへんやん。ちょ、関西弁どういうこと？今の僕の手持ちだけ回復してくれたん？ちゃう、僕そういう、なんていう、手持ちのロッピーに固定してる人ちゃうんですよ。関西弁、聞いてる？よっしゃ、小村、今世紀最大の決まりや。アイテム使っちゃおう。はい、ということで、メンバーはこいつらで、トップと戦おうと思います。アフロ君とかその辺はネモさんに取っとこうと思いますね。野村さんどうしようか迷ったんけどね。まあ、コレクサとかタイプ被ってるからね。野村さんはこのチームの隊長。まあ、先陣は、裏のエース、リアルコール行く？こいつの強さまだ見してへんしな、ちゃんと。こいつマジで強いか？ってか、もうさっき敵でできたからみんな分かってるか？まあ、これでいいか、リアルコール。もしかしたらリアルコールが6盾ぐらいするかもしれん。手ぐらいの勢いでいきたいと思います。チャンピオンテスト、最後のテストに挑みますか？はい。まだテストやったんやね。いや、もう終わり見えてきたね、ポケモンも。こんな、上の方にステージあるやん。観客いいひんや、こんなんやったら。どうも、小村さん。今日も髪の毛決まってますね。ようこそ、小村さん。あなたとポケモンリーグの頂点でお会いできて、大変喜ばしいです。最終テストは、トップチャンピオンであるこの私、モダカとの勝負。じゃあ、昔ネモさんは、モダカさんに勝ったってこと？でもなんか私よりすごい人、私を尊敬する人って言ってへんだっけ？勝ったけど尊敬してるってことなのかな？勝利すれば合格ですよ。でもその前に一つ謝りたいことが。
私、リーグ委員長としてよろしくない欠点がありまして、ポケモン勝負に一切妥協ができないのです。妥協してもらったら困るけどね。そのせいか、最近は合格者が現れず困っています。しかし、あなたならチャンピオンネモのように、とてつもないことをやってのけるかも。それでは、ご準備をよろしいでしょうか。あなたの際、見定めさせていただきます。強そう。めっちゃなんか今、目下のまつげ気になったわ。なんか気にならへん。目の下の、あれまつげって言わへんのか。目の下の毛めっちゃ気になるわ、大中さん。あれ毎朝自分で決めてんのかな。トップチャンピオンの大中が勝負を仕掛けてきた。さあ、うわぁ、サザエさん、お久しぶりです。行くぜ、リアルコール。さあ、旅パー2軍の本気見せたれ。ぜひ私に勝利してチャンピオンになってくださいね。チャンピオンって何人いるんやろうね。複数いるとは言われたけどさ。はいはい。噛みつくか効果はつくね。先行取れるかどうかだいぶ大事やね、これは。噛みつくでひるんでくれるのだいぶありやから。先行取ってくれ。あー、取れへんか。さすがにサザエさんの足には勝てへんか。どうしました？この程度で焦るあなたではないでしょ。まだ始まったばっかや。そう、慌てんなって思ったか。噛みつく。めっちゃ尻尾で攻撃したけど。尻尾で噛みついたんかな。さすが。正しい判断です。そう、まあ続けてください。いちいちうるさい。あー、これでも次一撃食らうよな。もうしゃあない、このまま突っ走ろう。マジカルシャイン、いけ。リアルコールさん、よくやった。噛みつくっていう弱技だけで倒すっていうね、十分強さは見せられたのではないでしょうか。先行取る辺のきついな。ドドゲーザン、ようわからへんけど足は遅そう。先行取って拒絶の一撃食らしたね。めっちゃ振りかぶりやん。あいつやん。切り刻んやったっけ。あいつ進化すんの。切り刻んでもないんか。カブトムシ系のなんかポケモンいるんかな。拒絶の一撃食らわしたいね。頼むぞ、リアルコール。先行取ってくれ。あんな座り込んでるやつに負けんな。所詮虫はこっちはドラゴンやんぞ。いけ、拒絶の一撃。ナイス、先行。ウェーイ、ちょっと見た目が効かねえ。効果今一つ。急所に当たってこれ。俺は手痛い。スタンディングオベーションものですね。そいつは座っとるけどな。ストーンエッジ。岩タイプか。くぅ。鋼岩って感じかな。多分鋼入ってさやんな。ヒゲ長。あいつを隣座ることできひんな。あいつが振り返るだけでこっちの首跳ね飛ばされんで。先行取れるかな。先行取れて、飛び膝切りで、大ダメージ。先行取れへんたら、負けそう。でもそんな逆境、ホセならやってくれる。ホッセ、ホッセ、行くぞ。その小さい体で見せたれ。真の格闘、真のプロレス技。よし、ナイス先行。投げ。ナイス。ナイス判断。ウィー。座ってるからや。本当はあいつね、立てへんねん。腰痛いから。そんな哀れなやつやったよ。ゴーゴーと何やったっけ、ゴーゴーとって。名前は聞いたことあるんだけど、見た目が思い出せんのばっかや。ホセ、そのままいっか。ゴーゴーと。あー、なんかそこら辺いるわ。めっちゃそこら辺に歩いてるわ、こいつ。オーケーオーケー、効果抜群ばっか。フライングプレス行く？ゴッドバードいっか。使ってみたい。一撃で倒せるじゃん、ゴッドバードやったら。ちょっと二段目やから一旦譲ることになるけど。先行取ってくれよ。先行取ってから厳しい。よし、先行取った。さあ、一旦、猶予を与えよう。ゴーゴーとさん。ビル、おー、そっちも準備するやん。これはちょっと挑発行為受けたね。これはプロレスラーとして引くわけにはいかんな。いけ、ゴッドバード。おー、耐えたか。ヒルメ、ヒルメ、ヒルメ。あー、ヒルメ変ったか。やられました、ホセ神崎。真っ向勝負でやられた。お願いします、姉さん。先行取ってください。はい、かわいい。モンスターボールが出るたびに、ちょっとスカートがめくれ上がるのはね、もうなんかそそらえるよね。それをやって相手がそそらえてる間に攻撃しろ。いけ、先行。よし、ナイス。あんな4本は真剣にスピード勝てるんやね、姉さん。さすがですわ。さすがエスパータイプ。瞬間移動してたんやろね。さあ、重高さんより美人。僕、重高さんと姉さんやったら姉さんと付き合いたいもん。クレベース。クレベースのやったっけ、めっちゃ聞いたことある。え、もしかしたら僕の使ってる誰かちゃん。もうニックネームで呼んでるから僕の持ってるポケモンたちの本名わからんねん。クレベースって誰やったっけ、めっちゃ聞いたことある。聞き覚えやばい。
あ、お前か、お前か。いたな。アメリカにレギュラー捉えたやつやん。僕は催眠術で。よし、予選行。姉さん、結構素早さあるんすね。走るの苦手そうなね、見た目してんのに。体にはなんか刺さってるし、スカートは長いわ。性格もおしとやかそうやね。それでも足は速い。やれるんだよな、この女は。サイコキネシス。たとえどんだけ外壁が硬くても、中身は柔らかい。どんな生き物でもな、中身を鍛えることはできねえんだぜ。めっちゃすぐ目覚めるやん。自信に弱いんです、人型やから。サイコキネシス、いけ。本当は催眠術して夢食いして回復したかったけど、催眠術は外れる可能性があったので、ちょっと怖くなりました。ね、勝利。姉さん安定してんな。さすが。この見た目やからね。この見た目でこの強さ。ニガルーサ、ニガルーサ。魚やったっけ？魚やったっけ？ミガルーサって。型破りの魚やったっけ？やんな、こいつやんな。こいつは雑魚。こいつはもうライフ半分払うことしか僕イメージないから。ムーンフォースで。おぉ、先行取れた。足早。よし、いいよ。アークアブレイク。耐えろ。さすがに無理やったか。まあ全然いい、全然いい。姉さん思ったより働いてくれた。てか、その、あんまり、チャンピオン強くない。あんま強くない。あっさり勝てるんじゃね、これ。いけ、マジカルリーフ。臭いお前。はい、ナイス。散ったのは木の葉ではなく貴様の命だったようだな。キラーフロール。ラストの時もキラーフロール。とりあえず、スマイルやね。泥かき合って、有利な状況を作りたい。このフィールドめっちゃ地面白いね。なんか目痛くなるわ。あ、でもスマイルちょっと可愛く見える。まだ頼んではいけませんよ。すいません、僕だいぶ頼んでました。余裕やと言っちゃったもん。キラーフローって何やろ。何こいつ。宇宙外生命体出てきた。めっちゃ宇宙戦争系のロボットアニメに出てきそう。泥かき効くかな。浮いてるから地面タイプ効かんかな。いや、でも泥かきやるべきや。トレーナーを導く光あれ、キラフロル。え、こいつ全然わからないな。進化前も僕見たことないかもしれん。さあ、テラスタル。テラスタル似合わなさそう。あ、似合う似合う。思ったより似合う。こいつの頭になんかの、あ、似合わへんわ。思ったより似合わへんだわ。第一の力。おー、効果ますけど、よし、よく耐えた、よく耐えた。砂かきを一撃でも決めてくれるだけでだいぶ変わるから。泥かけ！えい。てか、岩タイプなんや、あいつ。岩ってことは、スマイルを先に出しといてよかった。正解や。ナイス判断。小花さん。ありがとう、スマイル。さあ、スマイル当たれた。まあ、言うて油断はできんな。先行を捉えたら、テラスタル状態からね、一撃でやられる可能性十分にあるからね、僕らは。いけ、野村さん。さあ、行くぞ。行くぞ、野村さん。テラスタルすんの久しぶりってか、もしかしたら初めてかもしれん。行け。全然草に見えへんけど、私実は草なんです。テラスタイプ草、野村さん。あなたには、わからないでしょうね。このネタって今の子通じへんのかな。僕もそんな詳しいわけじゃないけど。いけ、パワーウィップ成功取れると思えへんだ。おー、ナイス。チャンピオン。毒虫なんか巻かれた。え、終わり、もう試合終わりやって。何の嫌がらせやねん。野村さん、足多いんやからさ、ちょ、刺さる刺さる。チャンピオン、そんな嫌がらせしてくんの？大丈夫、野村さん、ゆっくり持ってきて。今ちょっと不満そうやったな。想像。優に超える。口動いてへんで。心の声。案外レベル下でも勝てるもんやね。ポケモンって。素晴らしい力。素晴らしい技の連続でした。なんで不服だ。小村さん、もうちょっと喜んでいいんですよ。パルテア地方に、また一人、偉大なトレーナーが誕生しましたね。おめでとうございます。新たなチャンピオン、コモダ。おー、おー、チルさん。今度こそほんまにおめでとうやな。わい、お兄ちゃん、やりましたの。おめでとうございます。
挑戦いきます。よっしゃーっす。いけ、また泣いとる。あなたたち、ポケモントレーナーはこのパルディア地方の宝物。チャンピオンはその中でもひときわ輝く存在です。いや、ちょっと荷が重いっすわ。チャンピオンコモラ。パルディアのトレーナーたちをその背中で導いてくださいね。僕の背中見て光れへんかな。めっちゃクソダサいバック背負ってるけど。それでは、入口までお送りいたします。きっと見知った互角友があなたをお待ちかねですよ。ネモさん。こんなやりきった後にネモさんと戦うんか。コムラー、どこにいたん？近くで見てやがったん？言わなくてもわかるよ。チャンピオンになったんでしょ。はい。知ってた。コムラが実技テスト終わったところにトップから連絡もらってたんだ。私はチャンピオン、コムラもチャンピオン。今の私たちは同じチャンピオンランク、つまり対等な関係なんだよ。ということで改めて私のライバルになってください。はい。ライバル関係ってこんな深刻制度だ。初めてや、この感覚。やったー。もうライバル同士だもん。心置きなく勝負できる。それじゃあ早速、私と本気、ぶつけるよ。ちょっとポケモン編成させてください。チャンピオンでもお待ちください。あ、トップ、どうしたんですか？チャンピオンコマとセグレイブたちは、リアルコールドで。ごめん。あんまり馴染みのない手持ちやからさ、そんな相棒感出されても困るんですよ。チャンピオンテストを終えたばかり。チャンピオンなら相手への思いやりも大切になさってね。そうでした。いつも忘れちゃう。ごめんね。コムラ、セグレイブ、ちゃう。相棒ちゃうねん。セグレイブ、別に相棒ちゃうねん。それに、対等なライバル同士の記念すべき初めての勝負が、こんな道端でよろしいのですか？いや、もう初めて戦った時は道端やし、逆にええやん。エモいやん。そう言われると、確かに。それじゃあ、ポケモンリーグのバトルコート貸してください。ふむ。お二人にとって、もっとふさわしい場所があるのではないですか？どこや？私たちにふさわしい場所？どこだろう、コモラ。ああ、ネモの家の裏やったね。道端じゃなかったね、初めてだった時。まさかの宝食堂。いや、青木さん困るやん。口では言わへんけど、心の中では、うちかよって言いそう。宝食堂で。宝食堂、お二人にゆかりのある場所なのですか？あるあるある。なんかあれやん。宝やん？宝物やん？これってこいつは納得するやろ。チャンプルジムのバトルコートだよね。青木さんとの思い出はあるけど、宝物、言うとき。突然訪問すると、青木が、いや、そうです。それはそうですね。すいません。他にふさわしい場所があれば、そちらを優先していただけますか。じゃあ、なんで選択肢入れて。じゃあ、ネモの家の裏？小高さんがなんで逆にしてんのって話だけどね、こんな。あはは、うちの裏か、初めて勝負したもんね。私にとっては短すぎて、ちょっと特別感がないかもな。ごめんな、すいません。すいません、全部外せやん。テーブルシティふさわしいか？別にどこでもええやんけ。テーブルシティ、いいね。私たちが旅立った場所。コムラ、グラベル先生が言ってた課外授業。自分だけの宝探し、覚えてる？私にとっての宝は、本気の力をぶつけ合える対等なライバル。きっと、コムラの存在だったんだよ。告白やん。そういうわけでコムラ。テーブルシティ中央広場バトルコードで待ってるから。うっす。楽しそうやな。嬉しそうやな。互いが互いを尊敬できる羨ましい関係ですね。桃高さんにはそういう相手いいんだんかな。私トップとは呼ばれておりますが、チャンピオンでは私との最終試験ですら、ほう、力を温存しておりました。僕と一緒やん。その戦僕も二軍でした。桃高さんショック受けたやろ。本気を見せてくれそうですね。ということで、まあ、早速根本を勝負しに行こうか。いやー、なんか結構、チャンピオンリーグ編ハードやね。ずっと連戦やん。はい、ということで、ラストメンバーはこいつらにしようと思います。もう、おそらくエンディングまではポケモンチェンジもしひんかな。この6人でクリアまで目指そうかなって感じで。結構悩んだんよね。野々村さんとか入れたかったね。まあまあなんだかんだバランスといいメンツになってくれたのではないでしょうか。誰戦闘技賞？誰戦闘技賞？アフロ君は絶対違う。
ブラジャーかな、ブラジャー戦闘かな、ブラジャーなんか戦闘が似合う僕の中で。戦闘を任せてもなんだかんだ生き残ってくれそうな気するしね。よし、じゃあ行くか。ネモさん、戦いましょう。ペッパーはボタンより強いんかな。強くないと困るよね。よろしくお願いします。あ、もうすぐだよ。あ、誰に喋りかけたん？来たね、コモラ。チャンピオン同士のポケモン勝負。噂を聞きつけてみんなも集まってきたみたい。誰が噂流してん？さっき決まったわ。ここにいる全員みんなの中で、私が一番楽しみなんだよ。ペーパーとか来てくれへんかな？あ、校長。あ、おい、青木さん。ちょっと気にしてくれてる。はい、ダッサ。ストッキングダッサ。小村さん。私の本気の力と、実った君の力。めっちゃ嫌そうやった。どっちが強いか、勝負しよう。うっす。買ってこいやね、もう。ちょっと緊張してそうやね。チャンピオンのような勝負を仕掛けてきた。ルガルガン。ああ、使うんやね、いつものキャラ。てっきり今まで使ってへん超強いポケモンとか出してくるんかと思ったけど。ずっと待ったの。最高の勝負、始めるよ。レベルどれぐらいや？ 65 とかあるかな。おー、65や。ちょっと格上やね。とりあえず怪しい光。初手怪しい光。ステルソク。うわー、うっさい。うっさい、おばさん持っとるやん。そりゃ、ペパーでだいぶ味わったよ、そのうざさは。はぁ。さすがチャンピオンやね。正々堂々とぶつかり合うってことしてこうへんやね、ネモさんは。悪の波動。先行取れへんのもきついな。準備に攻撃して。ストーンエッジ。効果抜群。急所か。絶対今来たくたい。その思いで掴んだ急所。これ確定ちゃうよな。確定急所じゃないかな。ネモやから確実に急所当たるみたいな、そういうのないよね。月の光で回復します。自分に攻撃、もしくは攻撃外して。よし、ナイス。ここで、月の光で回復。これがブラジャーの戦い方よ。いつでも攻撃を耐えてくれる。この安定感。さあ、四足歩行同士の戦法対決。まずは勝利をつかましていただきましょう。ミスれ！まあまあまあ、いいでしょう。急所に当たらない。そう、やすやすと急所に当てねえぜ。ブラジャーの急所ってどこやと思う？僕にもわかりません。月の光で回復。こんなん時たか。外してくれへん、外してくれへん。無理か。そんな2回も急所当たることある？ 1 回の戦いで。そんな運頼りの戦い方して楽しいか、ネモさん。怪しい光使ってるこっちが言うのもあれやけどさ。いけ、アフロ君！ちょっと出るには早すぎた気にするが。どうかった、これほんまっとしてんやな、どうかった今。アーカーブレイク、いけ！ドリューライナー、耐えろ！やれやんけ。先行取られたら痛いな。これはちょっと有利取られてるね、だいぶ。最初に教えたタイプ相性が私をピンチにするならね。別に教えてもらわなくてもすぐ学んでたよ、どっかで絶対。寝ていてそんな、無理やり持ち上げてくれなくていいよ、今更。パワーモッド、電気タイプのやつね。さあ行ってくれ。アフロ君の右腕敗北者。はい、かわいい。かわいいけど自分がかわいいことを分かってへん、この顔が好き。パワーモッド。あ、もうこいつは自分がかわいいこと自覚してもあの顔腹立つやろ。そこら辺が敗北者ともさよね。自信。デートパンシャって覚えてんの？一撃で決めてくれ、頼む。きっつい一撃どうだ？本気出せるって楽しい。縛ってたやな、冷凍パンチを今まで。倒せるか？お願いします。よし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 。耐えるだけじゃない。しっかりした一撃を持ってる。敗北者も成長してますわ。ミミズズ。水ポケモンか？水ポケモンか？いや、これはね、一旦入れ替えて、水攻撃してきた時に敗北者に変えて、貯水で回復するっていうね、超上級テクニックをしたい。だから、あえてスミレちゃんを出す。水タイプ攻撃、水攻撃を誘うわ。こっちもチャンピオンってところ見せたるわ。チャンピオンの腕前。行ってこい、スミレちゃん！はい、かわいい。
ミミズズ。ミズだったっけこいつ。あれあいつ地面じゃね。まあまあまあ、結果おらい結果おらい結果おらい。この声で行こうかもすぐや。君、ミミズズっていう名前だったっけ、全然忘れてたわ。以前見た時より小さくなりましたね。スミレちゃんって JK やろ。はい、もうスミレちゃんのスミはかつて自分がスミやったけど、今では相手をスミにするっていう意味のスミレちゃんやから。マジ強いな、スミレちゃん。普通にレベル負けてんのにね。ヌメルゴンは、ヌメヌメドラゴンやな、確か。え、結局何が効果抜群な。いい加減覚えながらよね、今更やけど。わからへんから、とりあえず陰キャで行く。毒が効くんやったっけな。いや、でも、ヌメルゴン、毒竜か、毒竜か。まあ、ほっぺするせいでええか。行ってこい、陰キャ。はい、どうも、小村でーす。ヌメルゴン。かわいいこいつ。ちょ、戸畑は足食い込んじゃった。痛い痛い。あ、でも、毒効くな。毒毒でええか。うん、毒毒でええか。電気が逆に効かへんっていう。竜の波動。大丈夫か大丈夫か。オッケーオッケーオッケー。毒誰よ。ナイス。あいつ毒タイプじゃなかったっけ。とりあえず倒せることは確定した。あとは耐えるだけやけど。もう一発敵の攻撃耐えてくれへんかな。毒好き食らわしたいね。どうせなら。頼む、小村さん。我慢強いところ見して。毎日投稿頑張って投稿してきた。はい、終わり終わり。心意気だけじゃ勝てへんねんな、ポケモンバトルって。相手独状態だし。敗北者でちょっと時間稼いでもらいましょう。お願いします。ほんま尖った言われてほしいな。メガホン使う？なかなか当たったところ見たことないけど、メガホン言ってくれ。濁流。あれこれ。あ、おいおい、ネモさん。ネモさん何してんの？やっちゃったね。敗北者もやってるね。ほんまメガホン当たらへんな。僕の体感命中率 30% やねんけど。自信打っとくべきやった。安定狙ってミスったわ。ビーム覚えてんのかい。じゃあそれ言ってこいや。よー、様態だ。貯水が効いてる。はい。ちょっとお互い、爪の甘いところ出ちゃったね、この戦い。観客もしかしたらがっかりしてるかもな。これほんまにチャンピオン同士の戦いって。特性も、技属性も理解しとらんやん、こいつら。チャンピオンだってミスるよ、人間だもの。ノコこっち。ノコこっち。よう分からんけど、ちょっと変えるわけにはいかん。もうライフないからね。ストーンエッジでどうせライフ削らされて死んじゃうから、敗北者は。あくび、ワンチャン先行。向こうも足遅そう。ハイパードリル。うわ、ギガドリルブレイクや。俺そのものがドリルになることや。地面タイプか？アフロ君でインファイトで倒す。その後、最後に御三家が出てくるから、アフロ君の水の一撃で倒す。これやな。勝ち数じゃ見えた。インファイトで倒しきれるかどうか。頼む、行ってくれ。はい。先行は取れた。はい、あー、残るか。残るか。まずい。アフロ君やられるのまずいよ。ハイパードル、頼む、耐えてくれ、耐えてくれ。アフロ、アフロ。心のアフロが足りんかった。まずいです。アフロなしでラスト戦うのはまずいです。コレクサー、頼む。御三家対決かなわずやねんけど。パイプ。よし、点を取れた。ナイス。これで呪い食らわずしかないな。くそ。ラウドボーンね。ラウドボーン出るまでにアフロ君がやられるとは思わへんた。これはだいぶきついね。最後はこの子か。ベストを尽くしてくるんだよ。OK。まあ、僕の真の相棒はコレクサさんと言ってもいい。一番使ってる気するしね。ここはゴーストダイブ効果、あ、ゴーストダイブ効果もつくね。でも、ここは僕確実に呪いを当てたいね。呪いを当てて、スミレちゃんで耐える。炎攻撃効かへんし、あえて炎以外にそんな大した技持ってなさそうやしな。呪いを食らわす。耐えろ。光り輝け、私の最高の宝物。頼むぞ。耐えてくれよ、コレクサ。もしくは先行取ってくれ。ラードボン、進化前のホリエータは正直一番可愛いと思ってました。しかし、進化後は一番がっかりしたと思ってます。選ばなくてよかった。
結構ギリギリの戦いになりましたが、先行いけ、よし、ナイス。これで多分コレクサー高ターンでやられてしまう。この呪いが一緒にもらったラウドボーン、今までの成果全部出し切るよ。ワンプレアソング出たな、専用技耐えてくれへんかな、奇跡で耐えてくれへんかな、さすがに無理か。特攻分かるのずるくね、攻撃してて。呪いはつけた。次はスメちゃん、残ったのはライフは低い、出してストーンなんちゃらでダメージ食らう。炎攻撃は効かへんけど、相手が炎技以外を持ってたら僕終わりやねんけど、そんなに体力あるわけでもない。サイコショック削るしかないな。ダメ、よし、成功取れた。倒しきれる、倒しきれたらだいぶ。うわ、鬼火するべきやった。シャドーボール、いやー、ネモー、ホゲータ選ぶべきやったー。